宇宙世紀0079、3月1日地球連邦軍ジオン総帥府は、しかし電撃的な進行を見せたジオン軍の地球降下作戦はおよそ2ヶ月で地球上だが、その戦争の予想した状況、そしてそのプランの一つが過去に行われた主力機動兵器の選出トライアルにおいて不採用になった兵器群の投入であった。効果 YMT-05 試作モビルタンクヒルド603はこれを受領後地上試験を実施せよ。お言葉ですが、その機体は2年前に全ての評価を終えております。確かに軍不採用の烙印を押された悲しき狼であるな。では今更何を。ヒルドルブは地上試験終了後そのまま現地配備とする。回収の必要はない。それではまるで応急。知っての通り地球侵攻作戦は国民に喧伝されているほど順調ではない。むしろ果てしなく物資を飲み込む泥沼に我々は上層部の決定なのだよ。あるものは何でも使う、なりふり構わずだ。603も僕たちも同じなのか。遠吠えは落日に染まった。
そこを動くなよ。 やめておきな。お前さん思想が出てるぜ。悪いことは言わない。ここらで引いちゃくれないか。
囲め、くたばりやがれ。やろうってのか、上等じゃねえか。惜しかったな。なかなかどうして楽しませてくれる。
相を教えてやる。奴の足を戦争を教えてやる。
ておきな。お前さん、思想が出てるぜ。人間、臆病くらいがちょうどいい。調子に乗りやがって。試作モビルタンクヒルドルブ技術試験報告書。我が603技術試験隊は去る5月9日ヒルドルブの地上試験を実施せり、しかれども敵コマンドとの遭遇により対モビルスーツ戦闘へと発展せり、この戦闘において試験パイロットデメジエル・ソンネン少佐は複数の MS-06J と交戦、そのことごとくを撃破し試験任務を全うす。戦闘は我が試作兵器を損失するも、それ以上の戦果をもって過去の不採用評価を払拭せしめたものと信じる。宇宙世紀0079、5月11日オリバー・マイ技術注意。
you